畑でマリーミー。相続事業承継のランドマーク税理士法人の提供でお送りします。農作業の後は晩御飯の準備。農家のお嫁さんって本当に休む暇がない。まさみさんと一緒に作ったのは、全部のメニューにさつまいもを使った豪華さつまいも尽くしディナー。さつまいもってご飯からお味噌汁までどんな料理にも合うんだね。すごいな。いただきます。菅沢家には食べ盛りのお子さんが3人います。長男エイト君は8代目だからエイトなんだって。エイトは結構ね、芋のお手伝いちっちゃい頃よくやって、選別とか。すごい。そう、先輩じゃないですか。保育園行くより家で手伝いたいって。そうなん、エイト君将来農家引き継ぐの？家でもやりますか、ね。うん、そうだよ。嫌だったらやんなくていい。こっちはこっちで考えてるから大丈夫。やりたいなって思えば農業やってほしいし、そう思わないんだったら自分の道、家族を、うん、行ってほしいな。やりたくないと何事も続かないですよね。それはそう思う。やりたいことを見つけて自分が納得できる道を歩んでほしい。それがお父さんとお母さんの願い。ユリナもいつか家族を持ったらそんな気持ちになるのかな。来週はユリナから感謝のプレゼント。